今日1月26日は語呂合わせで出雲の日となっています。こちらでは神門通り各店のオリジナル商品が販売されています。ちょっと待ってください。ちょっとあれ、なんすかあれ、なんですかこれ。汽車が見上げる先に登場したのは、高さ5メートルほどの巨大な出雲うさぎバルーン。今日1月26日の出雲の日に合わせて出雲大社の聖だまりに設置されました。いや、氷川住んでるけど初めて出雲の日ってのも知って、でまさかこんなんが置いてあると思わなくて、いやびっくりです。戦宮に代わる何かというもので、このうさぎ大国主の命と白うさぎのそういった縁をなんとか今後につなげたいというこの思いをですね、平成の大遷宮以降のにぎわい創出のため神門通りの組合が力を入れているのが出雲うさぎを活用したプロモーション。通り一帯に15体のモニュメントを設置するほか、今月31日までを出雲ウィークとして各店で出雲うさぎの限定福袋を販売しています。さらにうさぎ推しはこんなものまで。ここはうさぎの町だぴょん。ゆっくり飲んでね。いってらっしゃいぴょん。今月19日、客と接触しないサービスとして通りの一角に登場したのがしゃべる自動販売機です。2匹のうさぎをかたどったロゴマークが入り、缶ジュースなどのほか、オリジナルの出雲うさぎの御朱印も買えるのが特徴です。一つ買ってみましょう。わ、なんか自販機に励まされてしまいました。また商品を購入すると、神々の国へようこそだぴょん。だんだん素敵なご縁がありますように。神門通りで働く女性2人によるうさぎ風の可愛らしいセリフが流れます。買った時にちょっと幸せな気持ちに、ハッピーな気持ちになるのと、こういったことは初めてだったのでちょっと苦戦しました。さらに出雲の日をグルメでも盛り上げます。昨日、出雲市内の飲食店など74店で冬の出雲グルメキャンペーンがスタートしました。このうち市内の料亭で披露されたのは、地元の冬の食材を生かしたランチとディナーの特別メニュー。松葉ガニや大社町産のフグ、地元野菜などがふんだんに使われ、前日までの予約で味わえます。冬というのが非常に食材にはこの出雲地方は、豊富にあるという、もっと地元の方にですね、もう一度こう冬の出雲、自分たちの良さを、見つけてもらえるような、ことにつながればいいなって。限定5000食分のモバイルクーポンも発行されるこの冬の出雲グルメキャンペーンは来月28日までです。